挨拶、ロストイーズ・ピッパ、毎度、田中でございます。皆さんご機嫌、うるわしゅうございますか今回は漫画の方を紹介していきたく思います。紹介する作品はこちらババンと、ダンダダン、ニカンニャこちらの作品、紹介していきたく思います。シリーズ累計42万部突破ということでね、 発行部数が2巻で42万部を超えています。だんだんの広告の打ち方を見る限り、2巻で42万部は少ないと思います。怪獣8号の例を考えても、だいぶと抑えられた数字。これが普通なのか、それとも、うん、よう売れてると見るのかは、 今の段階ではピンとこないけど、体重8号をあまりに発光させてしまったから、抑えてんのかなとか、そんなことをね、思ったりするところです。さあ、そんなダンダダンの2巻、またネタバレ100%あり、7あの偏見妄想を含んだ内容でお話ししていきたく思います。そういった偏見妄想ネタバレ NG ですという方は、ここから先見ないようにお気をつけくださいませ。はい。では、ダンダダン2巻、飾っていこうと思います。まずはざっと、あらすじから。 前回のラストでターボババアと主人公たちが鬼ごっこすることになり、その鬼であるターボババアたちから逃げ切ることができるのかが、この2巻の始まりなんですけど、その際追いかけてくるのでっかいカニなんですよ。でっかいカニが追いかけてきて、逃げ切れんのかーっていうので逃げ切って一つ終わり、その後、 ターボババアに、おちんちん取られてた高倉健は、そのおちんちんも戻って、あ、よかったよかったっておしっこしてたら、金玉ないことに気がついて、えらいこっちゃってことでつい金玉探しに行くっていうね。もう、この話だけなんですよ。これだけの内容で2巻駆け抜けるからね。一応、この間に、桃と高倉健っていう主人公の恋仲もちらほら出るけど、そ,そんなことは、大した話じゃないんですよ。 だんだンダダはとにかくね、走らないといけない。走らずにはいられない。ジャンプせずにはいられないという、このテンションの高さ。それが、立つゆき先生、この漫画家さんの気持ちなんですよ。俺は、俺の好きな漫画を書き切るんやっていうエネルギーの所属を持続的にどんだけ続けれるのかという、この戦いを漫画でやっていってると思うんですよ。 画力と漫画の当てはめ方とかめちゃくちゃ綺麗にはまるから見てられるんですけど内容はないんです。このだんだんだんジャンププラスの作品なんですけどジャンププラス作品って週刊で連載されてるんですけど定期的に救済挟ませてるんですよ。ところがだんだんだん毎週連載していてさらに先週は週刊少年ジャンプに出張の読み切りまで載せてるんですよ。でも毎週 ジャンププラスで連載されてるんですよ。<laughs> すごくないですかどんだけ書くねんって。そしてどんだけ内容ないねんって。<laughs> 普通ひねるやろ。<laughs> こんなシンプルな話。<laughs> 何のひねりもなくまっすぐさせるからな。<laughs> ちょっとしたアイディアをブワーっと書き込んで、一つの話にするから、内容はないけど、内容がないからみんなが面白いって思えるものを、ちゃんと提示できてるジャンプププラスらしい、いい漫画だと思うんですよ。 絵の構図や描けるシーンはむちゃくちゃあるんですけど、センスや描き、描こうとするキャラクターに個性があまりないし、似てくるから、このテンションに続けても似たようなキャラクターたちがいっぱい出てきたり、似たような設定のやつらがいっぱい出てきて、早い段階で面白くなくなるんじゃないかなって、僕は思うんですよ。前回も言ったように、顔がみんな同じ顔してるんですよ。 顔のパターンがほとんどなくて、そのパターンない理由は可愛いと思う顔が決まってると。特にこのカニのお化けを追いかけてきたら、実はカニのお化けの背中に呪い殺されてしまった女子高生たちの顔が浮かぶんですけど、ここら辺デビルマンの人面ですよね。で、高倉剣と桃でそのカニから逃げ切って倒した際に、その女の子たちが成仏するんですよ。で、その成仏する時の 女の子たちの顔が全員、綾瀬ももなんです。そっくりな顔ばっかりがすごい並んでるというのがね、気になりましたね。<laughs> めっちゃ気になったわ。綾瀬ももが分身してるかなと思うような、顔ばっかりでね、<笑>,笑いましたね。他にもね、一家に登場した、綾瀬ももの同級生のギャルの女の子たち。これ一家の時は、それぞれ個性ある顔立ちしてたはずなのに、二家になると、 綾瀬せももみたいな顔になってるんですよ。顔が、綾瀬せももに引っ張られて、一巻の時のような、あの顔にならないんかなって思うような、顔立ちになって、おわーもったいないいいコスあるギャルともやったのにっていうね。この歯がゆさよ。うーん。今回、アクロバティックサラサラっていう、女の妖怪出てくるんですけど、この妖怪の着てる服の柄が、縦のストライプなんですよ。横のボーダーじゃなくて縦のストライプ。 これ前回の妖怪や宇宙人たちも縦ストライプやったんですよ。縦ストライプ柄のキャラクターばっかりやったら飽きるって特撮絵師の成田先生の描かれたそういった怪獣の絵などの影響下で描いてるからこういう絵になってるんだろうけどオリジナリティが行方不明になっていくんですよ。ほとんどのキャラクター顔一緒っていうのもそうですけど。 展開の持って行き方も、唐突に妖怪でできて、で、えっ、ー、と、鬼ごっこだ、関係理だっていうのが始まっていって、なんとなく、テンションで乗り越えて勝つ、なんとなく追い詰められるけども、最後、綾瀬桃ももの超能力を屈して倒す、ターボババアの力を借りた、高倉健がサポートするっていうね、もうパターンは決まってるんですよ。だそのパターン決めて、 描くことがダメじゃなくて、それは昔のアニメの毎週のパターンみたいなのがあってね、そういうのをダンダダンでもしてると思うんですよ。前回、揚げ玉っぽい作品を描こうとしてんじゃないのかって話なんですけど、そういう80年代、90年代毎週テレビで見ていたアニメのあのお決まりパターンをダンダンダンは当てはめながら描くという懐かしさが あるけど、それを今の漫画風に仕上げててさらにいいんだけど、そういう展開が今の令和の人たちにどれぐらい受け入れられるのかがよくわからないところなんですよね。最初に言った2巻で発行部数42万部すごく売れてるというかプッシュされてると思うけど広告の打ち方、広告の打ち方見るともっとしても良さそうやけどそうしてないところは、 不安なのかなと思ったりします。ダンダダンを売れる漫画として売り出していこうとする姿勢や使い方はめちゃくちゃいいと思うんですよ。で、そのダンダダンが続いてずっと面白いものとして描けそうな部分があんまなさそうなんですよ。恋愛だ、バトルだ、超能力だ、全部も、全部盛りやーって言ってますけど、漏れてない。漏れてる風な作品。<laughs> ただ、ジャンププラス読んでる読者からすると、こういうダンダダンのような作品を読まんでこなかったりもしただろうから、これだけ絵が上手くて、ページの収まりもいい、バカバカしい作品を体験できる漫画入門としても楽しめるだろう作品ですね。コロコロコミック読者にもっともっと寄っていく。今もすごいそこに近いものを書こうとされてますけど、もっともっと ね、近づいていくその絵の濃さをどれぐらいバランス取りながら描くかわかんないけどそういう身近でバカバカしいけどみんな楽しく笑える学級を山崎だとかレッツエンドゴーとかもうああいう場所のテンションと似てるからなそういうコロコロ的良さをもっともっと前面に出していただけたら僕は楽しみだなと思っておりますはい、ということで本日は たつ、ゆきのぶ先生のダンダダン2巻ご紹介させていただきました。あくまで田中の偏見も含んな感想でございます。皆さんがどう思ったかはあなたしでよろしければコメントいただけたらと思います。じゃあ、またね